お疲れ様です。うちわ TV 中田人内は吉村行っています。よろしくお願いいたします。ということでね、本日3月の11日なんですけどもね、いやもう我慢できなくて来ちゃった。我慢できなくて来ちゃったよ。前日入りでございます。マジでね、暴走族大量にいて怖いんですけど、やばいですね。もう我慢できないよね。我慢できない、マジで。本当前日に来るの多分俺だけだと思うんだけど、前日から気合入ってね、13時30分に集合なんだけど無理だよね。待てなかったから普通にね来ちゃったよね。光栄のね本社ビルでございますよ。もう全然人いないけどね、全然人いないんだけど。いや誰もいないんだけどね。誰もいないんだけど、明日来るんだよねこれ、この本社にね明日来るんですから。やばいよね。もうここでもうさすがにね、さすがにいなかった、誰もね、誰もさすがにいないんだけど、もうすでにね頑張っておりますんで、明日しっかり撮っていきたいなと思います。まあ、前日入りしてるのね、やっぱ僕だけだったんですよ。まあ、それそうなんですよね。アホなゴリラかっていう感じなんですけど、もうめちゃくちゃね、このね、本社のね、モニュメントっていうのかな。素晴らしくね、このね、夜景とマッチングしててね、超オシャレなんで、デートスポットにも最適です、みたいな感じなんですけども。まあ、KT のね、文字がね、こうね、素晴らしくかっこいいね、光栄テクモの本社、潜入していきたいと思います。ということでね、12時間ぶりに来てるんですけどね、もうやばいよ。やばいって。マジで。GoPro 持ってる不審者だからね、完全に不審者ゴリラが港未来歩いてるんですけどね。12時間前も来たんですけど、ちょっと早すぎて誰もいなかったんだよね。誰も本当にいなかった。びっくりしたね。マジでね、GoPro 持って撮影するの初めてなんですけど、すげえ恥ずかしいですね。やばいと思うよ、これは。相当不審者ですからね。これがね、前から人が来るとね、気まずくてしょうがないね。完全に気まずいね。やばいやつだっていうね、目線ですよ、皆さんが。俺も相当自分でやばいことやってんなって感じなんですけど、来たよ。これが光栄テクモの本社ですよ。半端ないですよね。手前側ね、ホテルになっちゃって、奥でね、すごいよね。本当にね、まあ、広北にあった頃の光栄テクさんの前ね、入った、まあ、光栄の時代だよね。来たことありましたけど、やばいってね。緊張してきたよ。緊張がね、してきたよ。非常に楽しみな回になりそうですね。さあ、ということで着きましたので、じっくり撮れるところを撮っていきたいかなと思いますよ。昨日は誰もいなかったんですけどね、今日はやっぱ人がいるんで、こんな感じかなと思いますんで、楽しんでいきたいかなと思います。でね、入るときはね、このね、ロビーっていうかね、ピロティみたいなところね、入れなかったんですよ。帰りにね、こうね、撮れたんですけども、やばいって。光栄テクモの本社やばいって。もう入るといきなりこんな感じなんですよ。やばくないですか、このね、もうこの想像力をかきたてるようなね、よくわからない美術品。もう美術品無知なんで全然わかんなかったんですけど、とりあえずすげえとしか言ってなかったですね。もうこんなんがいきなりね、待ち受けてるんですよ、こんなあって。でね、こういう感じでね、もう1階なんですけども、もうガラス張りで、でこういったところでね、談笑できるルームとかもあって、いやもう先進的な会社がね、イマジネーションで作ってくる。やっぱね、強烈なね、ものがこれ出来上がるなって感じですね。そしてね、お部屋入るとね、こんな形で歴代のね、ウィニングポストのシリーズがこうやって並べられてて、いやいよいよ来たなと。もう来たよ、俺はここに、みたいな感じで、もうね、僕らをね、出迎えてくれるんですよ、歴代のね、ゲームたちが。もう素晴らしいですね。そしてね、ど真ん中にね、神がね、持っていた馬のね、トロフィーがあったりだとか、こういった感じでね、1からもうパワーアップキットまで全部揃ってるんですよね。こう、もうね、ザーッとやってて、で、あ、僕ここら辺からやったなみたいなイメージなんですよ。ちょうどここら辺やったな、5、6の上にね、ザ・ベスト版のホースブレーカーが置かれてて、あ、初期出荷の方が置いてないんだなみたいな感じで、ちょっとそれもね、クスッとはなってたんですけども。あ、 G1 ジョッキー4もやりましたね。ウィニングポスト7がね、まあ、そう、ここら辺からちょっと疎くなってって、マキシマムやったなみたいな、あの、ここら辺からね、毎回じゃなかったなっちゃったんですよ、僕はね。で、ここら辺からね、ああ、やったりやらなかったりで、ああ、やってないね、やってないね、やったな、めっちゃやったな、めっちゃやったな、めっちゃやったな、楽しみです、みたいな感じでね、綺麗に並べられてて、もういよいよね、先行配信、早くやりたくなっちゃって。で、そしてね、もうほんとこのね、神がね、手に入れたトロフィーを、こういったところにね、飾ってくれる。この間のね、藤沢調教師じゃないですけども、神もね、やっぱね、僕らへのプレゼントはね、カップだったっていう感じで、最高です。さあ、そしてね、まあね、先行配信会始まったんですけども、まあ僕ね、あの、本当にね、キャプチャーボードっていうものを持っていってなかったんですよね。お前、配信者としてやばくねえか、みたいな感じなんですけども、まあとりあえずね、どうぞもういきなりやってください、みたいな感じで放り出されて、
あ、やっていいんだみたいな感じ、おみんなやりだしたみたいな感じでやりだしてたんですけども、まあ、こんななんかもう右手で GoPro でね、左手でねもうこのプレステのねコントローラー持ってもうひたすらやってたんですよ。もう一番最初にやっぱり気になったのはエデュット画面っていうね、エデュット行こうと思っていきなりエデュット行くのよ俺で。やっぱりね、あ、能力エディットねえんだなって思って、ただね皆さんね本当にね素晴らしいんですけども、僕はねかなり早い段階に体験版があることにこれで気づけたんですね。やっぱね変化球はね投げるって素晴らしいんですよ。もうここに書いてありますから、ウィニングポスト10体験版から、本当はね山口プロデューサーと司会の方が本当一番最後の最後に体験版ありますよって皆さん伝えちゃっていいですから、でいつかはまだ決まってませんみたいな、16からだったんですけども、まあできるようになったんですよ。僕この思いもよらないところでね見つけてしまってましたね体験版じゃんみたいな。でまあゾエさんのね確認とかさせていただいて、まあエデュット行くんだったらやっぱりね彼らの確認が必要かなと思って、まあいろいろねまあ見ていこうと、どのくらい実名の方がね増えてるのかっていうのを確認したかったので、でまあ前回とねやっぱり変わってるのはまあゾエさんだったりだとか、横山のねお兄ちゃんだったりだとかっていうね、岩田さんの息子だったりっていう感じなんですけど、まあやっぱ一番気になったのはまあ豊さんのお父さんとかですよね。もう亡くなってしまってる方とかってどうライセンス取んだろうなって思いながら、やっぱ下の方行ったらね、出てきちゃったのよね。実名じゃねえんだやっぱりっていうところが出てきちゃって、まあこれですよ。まあ彼ですよ。もうこの方がねもうレジェンド盾豊の父です。ターフの魔術師はね川原直樹のままでした。まあそりゃそうなんですけどね。で、まあ、まあこの流れだともう陽一さんもね、福永のお父ちゃんももう実名ではないなと、もうこの時点で僕はもう若干の絶望を感じたんですけどもう多分おそらく我々のね彼は実名ではないなと思ったんですけども、一応確認、そして川をね我々に目で訴えかけてきますよ彼はね。残念です、本当に残念です。ただねやっぱねいずれはね実名になってくるだろうなっていうのをねこの動画を通して、ね、もうあの光栄テクモさんにこれ提出しますんで、おそらくね気づいてくれという形かなと思うんですけども、今まで通りねやっぱり実名の方結構いらっしゃったんで、まあ、和田さんとかね、で横山一家ですね横山一家、そしてルメールですね、で東野豊さんとかね実名の方結構いらっしゃるので、まあ、林さんもね、まあ、実名化されておりますけども、まあでもやっぱここの横山一家ですね、横山さん一家めっちゃ似てるめっちゃ似てるのよ。この3人似すぎて、ちょっとこの3人にちょっとグラフィック班取られてんじゃねえか疑惑をね、もう伝えていきたかったかなと思うんですよ。もう、まあ、その他の方がね、結構ね、他にも配信をされてる方がやっぱこの配信会って集まっていて、YouTube のね、この大会の海に、もう実はもう結構動画が出てると思うので、僕はね、こういった感じで斜め45度ぐらいのね、もう超スローカーブでボール投げているようなタイプなんですけども、やっぱね、ライオネル・トッテールなのよ。そこはさ、ランフランコデッドリでしょみたいな感じだったんですよ。でもデムーロめっちゃ似てんのよやばくないですか。デムちゃん超似てて、ミルコデムーロとルメールさんはね一応もともとは欧州にいるんで、欧州の方でも登場してるよっていうところをね確認できたんで、プレイの動画はまた別でもう一本作ろうと思って出そうと思ってるんですけども、僕の場合キャプチャーじゃないのでこう撮ってたりっていう感じなので、まあそれがねちょっと見づらいかもしれないんですけどもね、プレイの動画特性とかにすごいねフォーカスをね当てようと思ったんで、特性全部ね調べてみたりしてましたんで、そういうのをね、まあ、また別の動画で出そうと思うんで、今回はねどちらかというとヤマピーですよ、山口プロデューサーとね、まあまあ海老名さんがねしっかりもう調教師になってたのと、福永さんもね調教師で登場するんですけども、エリュットだけでも本当楽しめたなと思いましたけども、やっぱりね山口プロデューサーとのね座談会がねどういった感じでね進行していったのかはね、隠し撮りもないんですよね、普通に撮ってはいるんですけど、まあなんかどうしても GoPro なんで隠し撮り風になるんでね、そこの方ね皆さんとね共有できればと思います。すごくあります。実際のアンケートも、ね、全然弱くないんですけど、思ってた以上の多かったのですが、希望する方がこれありたいなとは思います。ありがとうございました言葉が出なくなっちゃってるぐらい感動しました。ウィニングポスト展非常にすごい描写綺麗で、もう感動がすごかったんですけど、今もうずっと5ぐらいからやらさせていただいてるんですけど、最近になってどんどん時代を遡っていってるような気がするんですね。シナリオの方光栄さんたちの中でどこまで遡りたいのかっていうのがあるのかっていうのをお聞きしたいなと思ったんですけども、聞かれるかと思ったんですけど、前回75ぐらい、今回3分だけですけども、もともと実は前回も
73年代本当に情報がなくて、実はこの3年生のところだけでも相当データがかなり苦労してたんです。ちょっとここまで出ますよっていうのはなかなか言いづらいところがあるんですけど、チャレンジはこの中で思っているので、今回は2人ですね。ただ次回作以降何かあります？次回作以降、また秘書を増やしていきたいなと思ってます。30周年記念サイトで歴代秘書の入キャンペーンとかやったので、その結果を反映したりとか、あと今後新しいまたデザインキャラクターの秘書というのが追加であったり、そういうことは次からやっていきます。確かにそうですね。1973年とかって何ですかって聞いたと思うんで、ちょっと新しいことを多分見た方が入りやすいんだろうなって気がちょっとしているので、特に私の中ではこう追加した方がいいんじゃないかなとは思っています。10年以上あるのかな、毎日そこは考えたいと思います。パパでは確かに声があるのは分かってるんですけど、もうちょっとここでは答えられないような事情がいろいろあって入りますよともなかなか言いづらい。ちょっと電波をちょっとご検討いたします。ありがとうございます。これもなかなか言いづらいところはあるんですけど、今私の中ではあんまり考えていないんです。ちょっと言いづらい。もちろんチャンスがあったらいろいろ考えていきたいなと思います。ダウンロードコンテンツすごい好きなんですけど、ウィニングポストの9の2022だと一番最初から始めたら買う必要性がなくなっちゃうようなダウンロードコンテンツが結構多いと思うんですよ。例えば引き継ぎしてると、まあディープインパクトとかは買えちゃうじゃないですか。9の2022で遡って絶対手に入れられない馬たちっていうのをこう買えるようになったりしてきて、ダウンロードコンテンツもすごい充実してくるのかなっていうのを聞きしたかったのと、あとはやっぱりシミュレーションのゲームなんで、もっとなんかぶっ飛んだ DLC って出ないのかなっていうのをすごいお聞きしたかったんですけど、そう、ダウンロードコンテンツって割とこう賛否あったりするんで、なかなかこのどこまで持ってやってるんだろうみたいなところで、さらに全部葛藤があると思うんですけど、で、まあ、基本的にはなくて忘れますよっていうのは大前提にしようと思っていて、まあ、全体的には公共なんだと思ってるんです。これがあったら強くなるっていうよりは、それだけな感じのものなんですね。はい、それをちょっと考えさせます。全然ありだと思うので、ゲームとしてはあまりリアルとか言いながらも、面白くなるものでもありだと思うので、はい、それをぜひ、お前向きに、ちょっとチェックしたいと思います。まあ、これもね、なかなかバランスが難しくて、これ1頭しか持ってないゲームだと思って、バンバンやってるんですけど、50頭、60頭もちょっと見られたんですけど、まず、能動的にできるようになると、全部やりたくなっていくし、全部やりたくなると、とんでもない時間がかかってきて、この落とし物はね、なかなか難しくて、課題だと思ってます、ウィニングポスト。私の中で解決した方が面白いと思ってるんですけど、どこまでやらせるかみたいなことを言って、うまくいい具合にタップさせることがなかなか難しくて、今後もどうやっても面白いのかなというのを考えていきたいと思います。やっぱり今、商売ベース宇宙調査で一回、僕はあっと盛り上がりになったんですけれども、じゃあ今、いろんな広くのユーザーさんに、商売ベースになりました。って言ったときに、それがどれだけ届くのかっていうのは、あまりこちらとしては確信を持てなくて、それで、まあ、後手を踏んでいるというところはあると思います。これまで毎回言うんですよ。秘書、男、男性、一人くらい出た方がいいんじゃないかな、あるんですけど、それ来たみたいに圧倒的男性なんで、どうしても採用順番的にこう、下がってやるところなんで、心の正しくて、女性ユーザーは何とかしないかと思ってるところなんですよ。実務機種はね、なかなか難しいかな。まあでも、例えば女性ファンに対して何かしてあげないかなっていう気持ちがあるっていうことだけ奥さんに伝えてください。いや、終わりましたね。いや、終わった。やばい、今回のはやばい、まあ、全部動画にはなると思うんですけど、キャプチャーっていうのをね、僕は勘違いしましたね。普通にゲーム映像キャプチャーできんだったらデバイス持ってくれなかったと思って全然できなかったですね。まあでも本当に素晴らしい座談会で、配信されてる方も何人かいらっしゃって、的確な質問とかをされていたんで、僕のはもうふざけてますね僕はもうふざける枠なんで、この枠は。だからもう画像素晴らしいです。画像は素晴らしいです。
まあ、ウィニングポスト8にウィニングポスト9合体させたような感じなので、非常に楽しみかなと思いますので、まあ、これをまとめてリリースできれば、まあ、先行配信会の、ね、裏側みたいなのでできればなと思っております。まあ、たまにね実写とかもやりますんで、こういう先行配信会とかだったらね、まあてか生きて帰れて出てたよ、うん、大丈夫だった、あ生きて帰れて出てた、めちゃくちゃね皆さん素晴らしい人格者ですね、人格者の方たちで、素晴らしい方たちのゲームをやってきてるのが幸せですね。はい、もう洗脳完了です。洗脳完了ですね、完全に。ちょっと面白いなと思っていただいた方はチャンネルの登録、ぜひとも高評価の方よろしくお願いします。それでは実写のゴリラ、これにて先行配信会終了でなりますんで、マグカップいただきました、ありがとうございます。ぜひとも当たった人一緒にね乾杯できればなと思います。先行配信会ご一緒だった方ありがとうございました。それでは次はウィニングポストの10のゲーム動画でお会いしたいと思います。